7日土曜日朝のご挨拶 A です。本田さんがですね、植えていただいたバラがこんなにもう花開いてます。ピンクの綺麗なバラですね。こうですね、向こうにはおはようございます、ごきげんよう、街頭演説の車が、止まってますね。今日はですね、雨です。ですからこうやってですね、こんな感じですね。ちょっとグッモーニング、グッモーニング、おはようございます、ごきげんよう。今日もですね、これからです、感染対策を万全にやってですね、国政報告会を行います。今日は佐賀市の大和町です。大変申し訳ないですが、いつもたくさんの方々が来ていただくんですが、公民館のキャパに、限界がありますんで、人数が、おお、すごい佐太郎ですね。 あいつは佐太郎、森顧問が植えていただいたこのコスモスもですね、綺麗に咲いてます。これずっと向こうまで、うちの、あ、土手が崩れてますね。あら、川が、あ、これはいかん。あんな風に土手がちょっと整備をせんという感じですね。おはようございます。秋ですね。このうちのちょっと庭もですね、これ金木犀ですね。竿だけのあのばあちゃんがですね、金木犀ば家に売るなって言ってましてね。でもこの金木犀の香りってすごくいい香りなんですよね。もうこの金木犀の香りなんかもう甘く切ない、あの香りですね。さて、今日の大和町、私にとってもですね、とっても大事な、あの友人たち、もちろん支援者もそうですけども、原口町長さん、後援会のですねトップでいらっしゃって、すごく素晴らしい町長さん、それから宮添町長さん、私の同級生のお父様でいらっしゃいましたけども、もう本当に良い調整を引いていただいた2人の町長さん、もちろんもう今佐賀市ということで、合併してですね、大和町っていう名前が残ってます。おはようございます。まこちゃん元気に行かれてますね。それで大丈夫でしょうか。昨日はツイッターがですね、障害を起こしていて、大丈夫ですね。でこの大和町はですね、肥前国、私たちのまあ父祖の地域で、これから行く高木八幡、佐賀のですね、まさにこの中心の神社の分社もあります。で肥前国府っていうものを私たちは今まだ発掘の途中でですね、肥前国庁跡というのは発掘されて分かってきたんですね。律令時代のですね、まさにこの肥前国を治めるその地域、そして、私のスタッフから県会議員をしてくれている藤崎輝樹さんという県議が、立憲民主党の県議でおられますけども、その藤崎さんのお父さんが作られた藤崎建設の隣にですね、神奈美神社っていうのがあります。神奈美、甘い南の備えると、ナビっていうのはですね森、カンナビ
神様がいらっしゃる森のことを言ったんですね。で、今日は神嘗祭ですね、その神嘗祭の日にですね、まあこれはずっと行事が、10月15日から続いているわけですが、その年に採れた海の幸、山の幸を神様に備えてですね、そして、五穀豊穣と1年間の安泰、まあ、神様に本当にありがとうございますという日、日というか一連の日なんですね。で、この神嘗神社っていうのはですね、この肥前の中でも、最も中心となる神社だったわけです。で、そこから、この大和の地域にはですね、新井寺っていう、地名があったり、春日っていう地名があったりですね、非常にゆかしき、地名が今も残っている。で、なんでこんな話をするかというと、私は国政報告をやるときに必ずその地域の歴史について、触れることにしてます。特に佐賀のようにですね、まさに卑弥呼、奈良とこの佐賀でどちらが邪馬台国だったかという論争は今も続いてますけども、その起因にあるようにですね、邪馬台国、つまり国の起こり、その地域の歴史、そういったことをですね、学ぶことはまさに私たちの今を生きる人たちの大きな生きる糧なんですね。で、保守っていうのは何かということを、保守とはですね、歴史や伝統に学びながら、その歴史や伝統を今に生かすことなんですね。だから今日神嘗祭の日にですね、もうまさにちょっと氏神様にお礼をします。五郎さん元気ですか？昨日はですね、三郎さんの私木にこうやってこの名前をつけてるんですね。佐賀蓮子っていうですね、徳永博士先生がやって主催してくださってる、日本で、最も長く続いている蓮子の、私その中の詩人の一人でもあるんですね。昨日第14号が出来上がってきました。その第14号にはですね、私の詩も載せています。後でツイッターに載せておきますけども、お題をですね、1個その年のお題、今年は目というお題でした。で、その目を、目っていうのは眼球の目ですね。その目を中心にですね、みんながその蓮子、詩をずっと前の人の詩の中にある言葉をそのお題とともに、入れて詩を作っていくわけですね。今年は私のその夏の時に作る詩でしたんで、カブトムシというのが前の方の詩の中にありましたんで、そのカブトムシと目を入れてですね、詩を作ったわけです。で、その詩は、サブローっていうそのヨリウドっていう町にある、ここ東高木、同じ、まあ大技で言うと東高木なんですけども、そのヨリウドにあるクヌギ、いやもうあったと、いつの間にか私が東京に行ってる間にですね、伐採されてしまってたんですね。土地改良事業だと思います。で、三郎君はもういないわけです。いないというか、もう取り払われてしまってる。で、その三郎にですね、小さい頃蜜を前の日につけといて、そこに集まるカブトムシを捕まえてですね、観察をしていた、その時のことを詩に書いたのが今年の佐賀蓮子の私の詩です。この八幡様、これ先ほど申し上げましたように、
ここがあのその後のですね、肥前の国の、まあ高木隆三寺に、失礼、鍋島ですね、その中心となった神社で、この、神社の私の氏神様の分社が この後国際報告をやります大和にあるわけです。大和っていうのはまさにあの大きな和と書く大和ということですね。大和ということを日本人はすごく大事に、しました。太郎さん、太郎さん元気ですか？っていうかこの太郎さんも五郎さんも僕らがこの世をいなくなった後もこうやってね地域の人たちに大事にしてもらってくださいね。子供たちにもあの大事にするように伝えておきますんで。でこの神鍋祭あの発音が悪くて神鍋祭ですね。神鍋祭の時にこうやってあの稲の方ですね、あの干してありますね。あの今日は中曽根総理、元総理の、まあ、国費を9600万円も入れたですね、大喪です。大喪っていうのは天皇陛下が亡くなられた時のやるあのでなんと国立大学にもですね、弔意を表すようにっていう要請文を出してたと。もう本当にねこの人たちは保守ではないですよ。あのよりによって神鍋祭の日にですねあの1200人ですか、自民党の国会議員は120人、他党のあの議員はそれぞれ党首が1名自分らでやれよって、もう本気でねどうかしてますよ。あの菅内閣のなんていうかな骨格みたいなものが出てきましたね。今回の日本学術会議の問題でもですね、昨日あの会長が官邸に行かれてますけども、あの驚きました。未来志向の関係をって、これ未来志向の関係ってどんな時に使うかご存知ですか？私たち外交をあのやるものはですね、未来志向の関係って相手の国から言われたらいろんな歴史的な、認識の違いや歴史をめぐるその争いがあるけども、そのことはまずしっかりとお互い胸に秘めながらあの次を考えていこうと。中国とか韓国に対して言う言葉ですね。でそれもですねあのめったなことじゃ使わないんですよ。というのは争いっていうのは歴史の事実、歴史が打ち込んできたその韓国中国に対してもですよ、長い時間私たちは和していた時代の方が長いんですよ。だけどもある一時期、例えば秀吉の朝鮮出兵、これ佐賀に名古屋城っていうのがあってですね、でそこの歴史資料館を作るときに私たちは韓国の人たちともいろんな議論をしながらあの歴史をまさに、しっかりと踏まえてやれるように、 どうぞあの唐津の方にありますから、あの名古屋の方にですね、名古屋っていうのはあの、愛知県の名古屋じゃないですよ。あの秀吉がですねそれこそその朝鮮出兵をするんで、彼はあの非常にこう、美しい人たちをそこに集めたっていうんですね。でそのまあ本当にこうまがまがしい戦争の歴史、それからあの第二次世界大戦のに入る時の、
状況、それ以外はですね、非常に融和の歴史なんですよ。で、その融和の歴史をもっと大事にしていこうという時に使う言葉で、今回の日本学術会議の問題はですね、そんな話じゃなくて、法律をしっかり守ったか、政権が自らの権力をそこに振るわなかったか。よく野党合同ヒアリングをやってる時にですね、担当の官僚の方がですね、これは人事の問題ですから、回答を差し控えていただきますと。えって私、まあ、あの方に気の毒なんで、あの場では言いませんけども、もうこれ以上、言うんであれば、人事に介入したんかと、これは任命の問題です。任命の問題なんですよ。形式的任命っていうんです。つまり、学術会議が推薦名簿を出すと、それに基づいて任命するかしないかという話です。個々の、人について、杉田和弘さんがですね、これはいい、あれはいいって言える話じゃないんですよ。全く間違ってますよね。で、これには自民党の、いわゆる右派と言われる人たちの中からも、ちゃんと説明せよという声が出てきてるのを、私は良識だと思いますよ。例えば、昨日も申し上げた稲田朋美さんですね。ちゃんと、6人がなぜダメだったかということの理由を述べようと。理由なんかできないはずですよ。同級生だから何回も名前を挙げて申し訳ないけども、加藤陽子さんはもうどれだけ優れた学者ですか。私たちも大学の時もそうでしたけども、本当に勉強熱心でですね、素晴らしい研究成果を、これもう日本が世界に誇る研究成果を上げておられますよ。他の5名の方もそうですね。実際にそのうちの3名の方、それから他の方にもですね、お話を伺いましたけども、なんでそんな日本を憎みますか。なぜ日本を憎みますか。で、川勝知事が強要ということでですね、昨日塩村さんもなんか絡まれていましたけど、教養っていうのはですね、学歴とか、あるいはどこを出たかとか、どういうその職業についてたかと全く関係ないです。学歴っていう広辞苑で引いたものをですね、私ツイッターに載せておきましたから、これは知性あるいは学びについての謙虚な心で、学問や学術を通してですね、自分たちを高めていこうという人間としてのその心構え、それをしっかりと持っていこうということなんです。で、そのことについての認識がないっていうのはやっぱりダメだと思いますよ。だからよくですね、これ矮小化して、学問の負というものに対して反発を持ってる人もいますね。私もありますよ。自分が出た大学ですけども、特定の学部でないと、学問じゃないみたいに、役人になった人の一部が思ってるのを、はーんって思いますよ。私、法学と心理学と社会学を大学時代学んだんですけども、なんで法学が立派で文学がダメですか。ばっかじゃないかと思いますよ。たまたまその平均点、入試の時のその入る点数がどっちが高いかとか低いかとか全く関係ないじゃないですか。で、そういうね、もの反発に対してそれをこう利用して、今回ほら、学術会議は増減の党だから、あるいは昨日申し上げたように、ある色ですね、これですよ、赤ですよね、共産党赤の牙城だからって、そう、おかしいでしょ。
自民党の僕らのように街宣車に乗った人は良くて、共産党の街宣車に乗った人はダメです。それも思想の選別でしょ。そんなことをやってる。一方でですね、昨日のあの成長戦略会議のあのメンバー見て、まあ本気でなんていうかな、もう言葉を選ばないんだったら、あの気分が悪くなりました。あのうわぁ、この人たちで成長したかと。自分はですね、何億というマンションにお住まいの方もおられましたね。おっと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 、おはようございます。ここでこの境内で生まれたら本当に神様だな、うん、ね。それでですね、私が本当にもう心からふざけんなと思うのは、中小企業を半分にする。なんでその外国の方から、そのおはようございます、お疲れです、外国の方から言われなきゃいけないんですか。それが成長戦略ですか。冗談言っちゃ困りますよ。この菅内閣のですね、なんていうかな、トリクルダウンっていうんですよね。あの要するに儲かってる人がもっと儲かっていけば、そのおこぼれが下まで届いてみんなが豊かになると。そんな考え方は成長の邪魔だけじゃなくて社会の妨害なんですよ。あの二通りの考え方があるんで、今日は私、緑の文献改革、自分のですね、そこでの考え方、アメリカの大統領選挙もそうですけども、相手をこうものすごいネガティブのキャンペーンもやりますね。あのアメリカの大統領選挙っていうか選挙で、それは広がんないんですよ。いや、もちろんあれだけのお金と労力を使ってやれば投票行動に影響を与えますよ。だけど大事なことは、あのバイデンさんが、2050年までのですね、環境 CO2 をゼロにすると、そのゼロにすることで、雇用をどれだけ生むかっていう、そのバイデンプランを出してましたね。私たちは遠の昔にそれを民主党時代に出してるんですね。で、そういうものをこうしっかりと伝えていきたいと思いますし、毎朝ですね、こうやって私の朝の挨拶を聞いてくださっている方はお分かりだと思いますが、歴史と伝統に根ざした明るくあったかい社会、それを作るためにはですね、何をやるかというと、一人一人を英語で言うとエンパワーするんですよ。力をつけるんです。地域主権改革で、私が総務大臣の時にやらせていただいたように、交付税を 1.1 兆円増やして、もう三位一体改革、今回のあのメンバーの中に入ってますね。合併をすりゃいいと。合併したところがどうなってますか。合併特例債でですよ、わけのわからんものをいっぱい作って、あの加計学園だってそうじゃないですか。あの愛媛県のね、加藤知事の時にやった、加藤さんは他のことでは立派な方だったと思いますが、あの加計学園のあの不透明さはまだ解明されてませんからね。私の親友のその後知事になったあの中村時弘君が今愛媛をですね、大きく大きくこう明るくあったかい方で作っていってますけども、一人一人を大事にすることなんですよ。中小企業を半分にしたからで、半分になった人たちはどうなりますか。あの下町ロケットだってそうですよね。あのでっかいおごった企業が強いって皆さん思いますか。違うでしょ。小規模であってもお役立ち、小さくても地域に根ざす、それを大事にしないと。人間が中心なんですから。今日はですね、この太郎さんで絵を閉じたいと思います。ありがとうございます。そうなんですね、四国枠の
ね、四国にも獣医学科が必要だと、しかもこういうパンデミックの時のためだと言いますけども、四国枠ありましたかね。まあ今日は神奈美祭、こうやってですね、あの神様の方ね、一年間のこんなにあの素晴らしいお米が取れましたよ、ありがとうございますというその感謝を込めてですね、その感謝の日であります。でこの感謝の日にですね、またあの秋の国政報告会を始めることができるということ、とってもありがたいですね。でもこれツツジが咲いてますね。まあ、神社、あの本当に神様を祀られているところと人々のこの思いがありますよね。いや私は特定の神道をあのやんなきゃいけないとか、そんなつもりは全くありません。自分がの氏神様がこの高木八幡だから、高木八幡様だけをあの祀ってくれ、お参りしてくれっていう気は全くありません。そうではなくて、歴史の中心、この誇らしげなですね、稲の束、ここまで来るの大変だったと思います。あの今年は雲華の、中国から飛んでくるですね、雲華のこのなんていうか、おお、提灯は日吉商会雄一郎、あと坂本さんですね、下高木のさん、昨日お会いしました。あのじゃあ、あのこれで A を閉じます。 B はですね、またちょっと違うところからお送りをしたいと思います。ちょっと雨が、さすがにこのカッパでも一回あの災害の時にこれが壊れてえらい目に遭いましたんで、できるだけ雨の日はですね、そろそろとやりたいと思います。じゃあ今日は結びはですね、いつもあのバラ園ではバラですけども、このゴロさんで、ゴロさんって私の祖父の名前おお、ムクドリですかね。鳴き交わしてますよね。お聞きになれましたか。おはようございます。じゃあこのムクの木、ゴロさんご神木ですね、で今日を閉じたいと。あ、聞こえましたか。ありがとうございます。じゃあ、あのああいうですね、成長戦略会議みたいなのに負けないで頑張っていきましょう。私、菅総理を応援する気持ちもあったんですけども、あれでもう全くもう、萎えましたね。萎えたどころか、こんなんやられたら大事だと。地方から出てってもですね、その地域を大事にする方向でやらないと。もう、なんていうかな、都会の、その、競争して勝った人だけの、あの、政治っていうのは、やっぱり無理があると思います。あそこに止まってます。これですね。鳥ご覧になれますか。これがギリギリですね。じゃあごきげんよう、失礼します。あ、ご覧になりましたか。ありがとうございます。よかったです。じゃあ良い一日を。週末ですね。僕には週末はありません。あの国政報告、今日が大和、これあのライブをやります。明日が神崎です。あのスタッフの感染対策も含めて、いつもは3カ所ずつやるんですけども、1カ所ずつです。ただ、あの、来ることができない方のために、あの、ライブを YouTube と Twitter でやりますんで、どうぞ、あの、皆さんこんなことを聞きたいと。今日やっぱりスタートの国政報告っていうのはですね、結構、あの、力入りすぎて滑ることもあるんですけど、頑張ります。じゃあお元気でありがとうございます。ごきげんよう。この鳥を、よいしょ。